はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回はティア21がやっと解放できたので新武器 MG42 を何も足さない何も引かないシリーズでやっていきたいと思います。銃の感じはこんな感じです。いや、ついに来ましたな、クロスフス MG42、 別名ヒトラーの伝統ノコギリっていうやつですよ。ドイツ軍のね、戦車にも搭載されてた銃じゃないかな。でもってカスタムはこちら、もうね、何も足さない何も引かないシリーズなんで、もうノーアタッチメント、何もつけません。もう今回はドノーマルでいきたいと思います。右上がアイアンになってるのはレベルだけはね、とりあえず全部上げちゃってます。なんでかっていうと、まあ、レプタイルの迷彩も同時にね、開いていっちゃおうっていうのと、あとノーマルで打ってみて改造するポイントがどんなとこあるかなっていうのをちょっとやっていきたいと思います。では行ってみましょう。今回はチームメイトのビロと一緒に戦っていきます。レッツラゴー。はい、わしはクラッシュ、行ってみようぜっていうことで、ナイフでまずはダッシュんでもってマンションの下のこのゴミ箱のところから上がって、あれ、こっち出てこない、誰も。あら、まあ珍しい。大概一人ぐらいは出てくるんだけどね。あ、こっち来ない、みんな大通りの方行っちゃったの。なんだよ、誰もいないぞ。いやー、なんかあっけなくここまで来ちゃったけども、何の妨害もなく障害もなく。どうだい、こっちいない。あ、いないね。あ、味方もそっち行っちゃってるぐらいいないのか。ん、じゃあこっちは。あ、いたね、敵。オッケー、撃ってみよう。ヘッドショットあの距離で28ぐらい。ほう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 。ここは足かな腰かな、19だったね。うん、弾数は結構いるけど、連射度がその分速いから結構いけるかな。ん、こっちいるか。あ、今走っていったね。こっち戻ってこないかな。あ、来たね。あ、ごめんなさいね、録画ボタンがまた出ちゃった。あ、なんか放り込まれた、試してほしいな。おお、撃ちまくれるね。いいね、 LMG やっぱり弾いっぱいやって、いや、弾数こそ正義ですよ本当にね。でもってハンターキラードローンを発射。さあ当たるかな。あ、外れた。お、あそこでヘッドショット28。さあリロードはどのぐらい。うわー、ちょっと長めか。うわー、ちょっと逃した。もう先にこっち倒して、でもって、わー、ちょっと無理。あ、壁抜けなかった。さあここ来ないかな、こっち来ない。お、来てるね。はい、腰ダメで粉砕。今のだったら足で22だったね。セントリーガンを設置。さあもう一度リロード。OK。長いねリロード。ここはちょっと早技とか入れた方がいいかな。もうちょっと早い方がいいねリロードね。あ、敵来た。OK。22、12が足だな。ふんふんふん。んでもってクラスター落としていきましょう。どうかな。これでだいぶ敵倒せ。あれ？なんだい、トロフィーのマークついてるけど。え、クラスターって、あの、爆弾をトロフィーで防げるのかい？いや、俺知らないぞ、そんなの。あ、そうなの？いや、全然知らなかったわ。あ、下に来てた。あ、やられちゃった。あ、ディンゴの人にやられちゃったよ。さあ、行きましょう。今度は左の方から行ってみようかな。でも、あんなとこにトロフィーたくっていうことは、スナイパーが多分いるってことだよね。上のあの角のとことかにスナイパーいるんじゃないかな。あ、撃ったね。ということはスナイパーやっぱいるね。あのクリスマス仕様のスナイパーですな。DLQ33 かな。よし、ずっと撃ちまくってやったらこっち出れねえだろ。どうだこの野郎、出てこれないだろう。あ、他の敵が来ちゃった。ナイフでパサッと。ほんでもって銃に持ち替えて、もう一丁リロード。オーケー。長いね。あ、撃たれちゃった。結局スナイパーに撃たれちゃって、あ、奥の方から撃たれちゃったのか。あれ多分あれだよね、サイト合わせて敵の名前のあの赤い名前が出ないと撃てないとこだよ。あれギリギリのとこから撃ってるもんね。こっちからほとんど見えないんじゃないかな。さあこっから撃っていきたいとこだけども、どうだい、壁の向こうとかに敵いないかい。いないか。何の音だ。ああ、チョッパーガンナーか。はいはい、まあこれは中にいたら大丈夫でしょう。うん、敵の方がチョッパーガンナーが出てることで外出てくるだろうから、こういう人たちをここからもう撃ちまくりましょう。はい、来ましたね。倒して、
ちょっとね、まだエイムが全然ダメな人なんでね、当たってないところもあるけども、ガガンガンと打って19とか22とかそのぐらいか。うん、多分お腹で19なのかな。はい、ハンターキラードローン発射。おお、やべえ、ちょっと入り口に寄りすぎたか。当たっちゃったね、チョッパーガンナーの弾が。あ、キーンってなってるよ。もう勘弁してほしいな、この耳キーンってやつ。19、え、どこで19だろう。わかりにくいな、ちょっと遠いとこわかりにくいな。やっぱりまあ訓練所でちょっと撃ってダメージがどのぐらいの距離でどんなもんかぐらいはね、分かっていた方がいいんだけどね。なんせいかんせんもう訓練所行かないでいきなり実戦投入みたいな感じだからね。はい、またリロードア。せっかくリロードしてたのに後ろからやられちゃった。ていうかあそこにいたの全然分かんなかったね。ほとんど撃ってなかったんじゃない、赤点ついてなかったもんね。いや、びっくりするな。よし、じゃあここから壁抜いていきましょう。ハードにはいない。だったらこの辺はどうだ。あ、今当たったね。あ、ほんでこっち来たね、今。あ、角にいますね。あ、ほんで窓から撃ってきましたね、今ね。窓から撃ってきたっていうことは、もうここ、こっちの角の窓で待ってるってことだから、ここから撃てばいいんですよ。はい、オッケー。もう自分からね、いますよって言っちゃってるようなもんだからね、あれ。んでもって撃っていきましょう。あ、ヘッドショット24。あれの距離で24か。4発キルできない、ヘッドショットでも。おお。まあそれをこの速さでカバーしろっちゅうことだね。なるほど。おお、やべ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 、ちょ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 、ナイフを用意して。あ、ちょっとリロー、あ、なん来るのかよ。はい、ワンチャン大行進、オッケー、ワンチャン、ナイス、最高。さあ、その間にリロードをさせてもらって、今なんかリロードしたけど弾引っ張ってたのか、ちゃんと弾の絵が消えてたの。おいおい、大丈夫か。あ、ワンちゃんもしかしてディングも倒してくれた。あ、終わっちゃったよ。なんだよ。はい、勝利、50対47、ジジイ MVP いただきました。ありがとうございました。いいで、ありがとうございます。いや、ものすごい速さだな。しかし、まあ、ダメージは低いけど、本当もうそれをこの速さでなんとかカバーしていけっていう話ですね、これね。すごいな。はい、レートは82、ピロのレートが78でした。どうもありがとうございました。いや、この銃はどうだろうな。またアタッチメントでだいぶ化けそうだな。はい、相手方の人にもいいねを入れて戦績の方を見ていきましょう。どうかな。20キル3です、1アシスト。ピロは17キル4です、2アシストでした。相手の人22キルしてる、0です、0アシストだね。スナイパーずっとあそこの上にいたんだな、きっと。はい、今回はチームメイトのピロと LMG コンビで行ってみましたけども、どうだったでしょうか。 MG4 にめちゃくちゃだだっ早い連射でしたね。連射速度が103だから、だから CX9、 あの SMG のね、 CX9 と同じ連射速度なんですよ。ただダメージが2低くて22だったから、どうだろうな、遠いとこを打つと結構ダメージが下がっていく感じだと思うんで、バレルとかマズルでまあ射程距離をちょっと伸ばしつつ、あとはまあ移動速度をまあちょっと殺して、弾の数を多くしてもう固定砲台になるか、もしくはまあ弾の数をちょっと軽くしたり、今のままで動き回って撃つかとか、まあいろいろなね、戦略に応じてこう改造できる LMG じゃないかなと思うんですけどね。あとレッドドットサイトをちょっと入れた方が自分はいいかなって感じですね。ちょっとこうサイトがちっちゃくて見にくいかなっていうのが自分の中であるんでね。まあこれはなかなかね、すごい銃だと思うんで、皆さんもぜひね、TR21 早く解放してね、ゲットしてみてください。まあ自分もね、いろいろとアタッチメントをつけていい感じかなっていうのがまたね、あれば動画でね、ご紹介したいと思うんでね、それまたアップしたいと思います。ではまた次回を待て。